タクバヤは、メキシコシティ西部のミゲルイダルゴにある地区。行政上のタクバヤ地区自身に加えて、周辺のサンミゲルチャプルテペク、オブセルバトリオ、ダニエルガルサ、アンプリアシオンダニエルガルサ地区一体もタクバヤの一部と、みなされている。今のタクバヤには、紀元前5世紀から人が住んでいた。ナワトル語では、アトラキューイワイアンといった。植民地時代から20世紀初めまで、 宅場屋は、メキシコシティとは別の田園地帯と考えられており、福王を含む富裕層が景色を楽しむための家を建てた。19世紀後半から都市化が始まったが、劣化が進行して、メキシコシティ中の貧困地帯となり、段ボール他の素材で作られた仮小屋に、人々が住む、貧民街が含まれるようになった。19世紀に建てられた邸宅の多くは、今も残るが、 一般のメキシコシティの民衆にとって、タクバヤは、メキシコシティ地下鉄及び、メトロバスの駅、及び多くのバスの停留所が集中していることで、知られている。2011年にメキシコシティの21の、バリオ・マヒコの一つに指定された。ルイス・バラガン邸の外観エルミータ・タビル・アラメダ・タクバヤ、公園は、かつてのタクバヤの黄金時代には、大きな庭園を持つ邸宅に囲まれ、政治家や、 知識人階級の郊外の家になっていた。公園の中央には、レフォルマ戦争の巡視者たちを称えるオベリスクがある。現在この一帯は、非常に劣化して、アルコールや麻薬中毒者が公園に住み、周囲はゴミに囲まれている。最近オベリスクを囲んでいた噴水が取り除かれ、ただのコンクリートで舗装された地面になった。他に、 クアレスの足をあしらった鉄製のベンチなども除去され、舗装の質も下がった。リラ公園は18世紀にビセンテリラの屋敷があったところで大きなアーチ型の入り口がある。ラ・カンデラリア教会とサントドミンゴ修道院跡は16世紀にメキシコシティに建てられたドミニコ界の修道院の建物のうち唯一今も残っているものである。 建設された1590年という年が壁に刻まれている。教会は清めの聖母に捧げられ、毎年の祭りでは多くのろうそくが灯される。この祭りがカンデラリアと呼ばれることから、教会自身もらカンデラリア教会の名で知られている。国立気象観測所の建物は元18世紀の大司教で複王だったフアンアントニオデビサロンイ、エギアレタによって建てられた。 メキシコ国立天文台ははじめチャプルテペク城内にあり、後に大司教の建物に移転した。1942年に天文台はプエブラ州に移転し、現在は国立気象台の建物になっている。地図博物館はかつてサンディエゴ修道院だったが、1847年にウィンフィールド、スコットの率いるアメリカ軍に占領され、その翌年に自由主義者の軍隊が侵入して、 病院を略奪した。クリステロ戦争中に暴力のために修道院は閉鎖され、その後博物館として開館した。カサーマリージャは1618年に宗教的宿泊施設として建てられ、現在はミゲルイダルゴの庁舎になっている。ルイス・バラガン帝と仕事場は現在までメキシコの建築家に強い影響を与え続けているルイス・バラガンの家である。 バラガンは1980年に建築部門で最も重要な賞であるプリツカー賞を受賞した。バラガンの家は1994年に一般公開され、1988年にバラガンが死んだ時の状態そのままに保存されている。2004年には世界遺産に指定された。バラガンは建物の外観を簡素にし、近隣に溶け込むように設計した。 彼の個性が発揮されたのは、建物内部で空間の配置、最高、自然との融合においてである。タクバ屋のバラガン庭は、木と石の使用、大きな梁に支えられた屋根、白、ピンク、黄色を基調とする色によって目立っている。窓は中庭に集中している。エルミータビルは、アールデコ建築の重要な例とされ、メキシコシティ一帯で最初の高層建築物である。 八階建てで、一階は商業用、上の木座橋は住宅になっている。1950年代以降メキシコのチェーンストアであるカナダの大きな光る看板が据え付けられ、建物自体カナダの通称で知られる。建物は荒廃し、コカ・コーラ・キャメル・ソルなどの看板が建物の特徴を隠してしまっている。1931年に建てられて以来修復作業は行われていない。 歴史的重要性にもかかわらず、建物に保存の価値があると考えている人は、ほとんどいない。シューダー・ペルディラとは段ボールや、木材などで作られた仮小屋が狭い通りに沿って、並んでいる場所で、20世紀初めに、アドベト木の屋根で作られた、小さな家に貧しい人々が住み始めた。一体はゴミ、小便の匂い、もはや機能していない下水から溢れた溜まり水だらけで、ある。 1980年代に麻薬がこの地に入り込み、マリファナに始まって、コカインがそれに続いた。今では、麻薬売買の中心地になっている。2020年に、政府は、シウダー・アペルディーダの人々のために新しい家を提供する計画を発表した。地下鉄、タク場屋駅の標識、タク場屋には、メキシコシティ地下鉄のタク場屋駅とメトロバスの駅がある。ハリスコ通り沿いに、 地下鉄の1.79号線、メトロバス2号線の終着駅、及び大量のバスが集まっている。12の異なった路線を走る、200を超える、主に、マイクロバスがここに集中している。2009年10月に、政府は、歩道や車道を遮る、露天商を1000人以上排除したが、地元の人々によれば彼らは金を稼がなければならない、ため、高級的に排除することは、 不可能だという。露天証の問題を別にしても、乗客を待って路上に止められたバスの列が、車線や交差点を塞ぎ、路上にゴミが積み上げられるなど、交通事情は混沌としている。バスやタクシーは駐車禁止地帯に不法に駐車し、その数が多すぎて警察は対処しきれない。幹線道路には18本の車線があるが、通常そのうち13本が、 バスなどの公共交通機関によって塞がれている。テスコココの西岸。左下に、アトラキュー岩ンが見える1909年のアラメダ。タク場や考古学的証拠によれば、この地には、紀元前450から250年頃に、父メカが居住していた。戦史時代の集落は北に、祭祀の中心が、南に住居が集まり、テオティワ館文化の影響が見られる。 メシカは1276年にこの地に来たが、1279年にはジャプルテペクに移った。ナワトル語では最初、アコスコマクと呼ばれ、後にアトラクイワヤンと改められた。アトラクイワヤンがスペイン語化されて、タクバヤとなり、植民地時代初期にサンホセでタクバヤ修道院がここに建てられた。スペイン人は征服後に、いくつかの教会、修道院、 大邸宅をこの地に建てた。宅場屋は広く平坦で、メキシコシティに飲料水をもたらす、豊かな川の水が流れていた。植民地時代の初期には首都を、当時のメキシコシティから宅場屋に移す案もあったが、実現しなかった。19世紀のメキシコ独立革命以後、富裕層の多くはこの地に屋敷を建て、宅場屋はメキシコシティの秘書地になった。宅場屋高は、 レフォルマ戦争の引き金になった。1859年4月11日のタク場屋の戦いで命を落とした人々を称えて、ベニート・フアレス大統領は1861年に町の名前をタク場屋でロス・マルティレスと改めた。19世紀後半から1930年頃までかけて田園地帯だったタク場屋の都市化が徐々に進行した。自由主義者は、 経済発展のために共有地を解体して、私有地とし、そこに外国人が投資して、主にスペイン人からなる移民のコミュニティがもたらされた。これがメキシコ人の移住を促した。経済開発に伴って、鉄道、トロリーバス、自動車用道路が整備された。メキシコシティ連邦区が設立されると、タクバヤはその一部を構成し、メキシコシティを メキシコ西部と結ぶ重要な商業の中心になった。20世紀初めにメキシコシティの最初の高層建築物であるエルミータが当時最先端のアールデコ建築様式で宅場屋に建てられた。他にもエルハルデンのような建物が建てられ、かつての田園地帯の風景は一変した。主要な川は宅場屋川だが1970年代以降暗渠化され、川は 道路の地下のトンネルを流れるようになった。宅場屋には、歌手のハビエル・ソリスやボクサーのリカルド・ロペスが住んだ。映画、忘れられた人々、アモーレスペロス、スミレの香水は、宅場屋で撮影された。19世紀後半から20世紀初めにかけての黄金時代の後、宅場屋はひどく劣化した。アラメダ公園の周囲に立ち並ぶ壮麗な邸宅には、かつて政治家や、 知識人のエリートが住んでいたが、今ではゴミとアルコール中毒者と麻薬の売人に囲まれている。一体を修復することが試みられたが、そのやり方について、住民とミゲルイダル国の間で議論がある。住民たちは、現在小学校になっている、フストシエラや450年前に建てられたら、カンデラリア教会を保護するために、 国立人類学歴史研究所が介入することを望んでいる。ミゲルイダルゴクは再生プロジェクトに住民が参加できるように市民会議を立ち上げた。このプロジェクトは露天商、発砲事件、道路に空いた穴、犯罪の対策、及び歴史的建築物の維持を目的としている。ありがとうございます。